はい、ロジック 10.3 の新機能解説第2弾となります。今回ですね、かなり目玉になっています、ミキシング系やエフェクト処理を言ってみたいと思います。これはもう一目でわかる改善点なんですけども、こちら鮮度ですね。今まで64だったものがこんな感じでかなり拡張されて、以前の64と比較して192増えてます。ですので今までバスをこう対応していてちょっと足りなかったという方はですね、このあたり十分ですね、対応できる数になってるんじゃないかなと思います。そしてこれも非常に使用頻度高くなるんじゃないかなと思うんですけども、こちらソフト音源のサウンドをですね、サイドチェーンで送れるようになりました。これですね、どういうことかお見せしたいと思います。例えばこちらキック、このように立ち上げます。オーソドックスな通知を打っています。ギターに対してコンプレッサー効果を与えようと思った時にですね、ここのサイドチェーンご覧いただきますと、このようにですね、ソフト音源の出力が受けられるようになっています。ちょっと名前分かりづらいですね。これキックとやりますと、ちゃんとですね、こちらキックと出てきますので、これを拾えばですね、簡単にサイドチェーンの効果を与えることができます。で、この便利なところは、元々のですね、ソースの方をゼロにしたとしても信号が送られますので、こんな感じですかね。しっかりとですね、コンプのサイドチェーンが適用されているといった形となります。そして今ですね、コンプレッサーを開いた時に少し見えましたけども、ステレオの他にですね、デュアルモノというものが用意されています。こちらロジックの純正のプラグインでですね、適用できるものに関してはしっかりと反映されています。例えばこれ、じゃあ EQ のステレオではなくデュアルモノいってみましょうか。このモードでは L と R 異なる EQ を適用することができます。例えば使用している素材で左のコンガだけ低音が強いとか、右のですね、シェイカーだけ高音が強い、左だけにして左の低音を削ったりとか、右だけにして右の高音を削る、このようにですね、個別の処理を行うことができるようになっているといったところもですね、非常にありがたいんじゃないかなと思います。そしてこのコンフィギュレーションに関しては、ちょっと画面の方ウィンドウが変わりまして、このような表示になっています。例えばですね、 L だけの EQ、 R だけの EQ を外すとか、ミッドとサイドを変更するということもできます。例えばサイドの低音だけ削ってスッキリさせて、ミッドはそのままとか、そしてサイドのですね、ボリュームだけ上げて MS 処理のように使うと、コンプも左右も個別に行うことができるという考え方になっています。そしてですね、こちら最後になるんですけども、ミキシング時にですね、非常に重宝する機能つきました。それがですね、パンのステレオコントロールというものなんですけども、こちらステレオトラックのみに有効です。ですのでちょっと今ドラムでやってみましょうか。こちらマスターに今アナライザーを立ち上げています。で、今までのですね、パンのモードというのはこちら右クリックしまして、バランスというものです。こんな感じですね、右か左かというもので調整していたんですけども、で、この中右クリックして、このステレオパンというものがですね、つきました。これ選択してみましょう。この段階ですと、まあ、一緒なんですけども、この縁ですね、上下ドラッグするとこんな感じ、範囲を決めることができます。ですのでこのドラムの範囲をですね、もっと狭めてモノラルにしてしまうということもできますね。はい、ちょっと範囲を狭めて右に配置するとかというですね、処理を行うことができますね。このギター、このような状態ですけども、もうちょっとタイトにしたいと思いましたら、こちらステレオパンにしていただいて、で、ここの範囲を決める。そうしますとこんな感じ、はい、かなりタイトで聞きやすくなります。あとは場所を配置という感じにすると、こう全体的にですね、音の広がりを非常にコントロールしやすくなるといった形です。ミキシングやサウンドメイキングにですね、非常に活躍してくるかなと思います。はい、以上がですね、ロジック 10.3 おすすめの新機能となります。これをご覧いただくと、かなり便利なところ改善されていると思います。ロジック10をお使いの方はですね、無償でアップデートできますので、ぜひですね、アップデートしていただいて快適な作業を行っていただけたらと思います。といった形で今回の解説はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。